言うんじゃねえよ。おい回ってんぞ。ずっと株株やってましょう。農家かよもう。何株株ってずっと。何やねん。なんの。ということでですね。いやいやいや今言うなよ。いやつまんないってやつがつまんなくしてるの。自覚した方がいい本当に。そろそろね。うん、はい、今回ねまあ、うん、表上の企画はまあ竹原さんよく。お金の使い方が大事だと、うん、まあ表上はねこれまあ学べるようにしないといけないから、はい、表上こんなんですけど明細だろ。なんで言うねん。師匠から聞いて。おい作りやがったな。俺絶対このマジか絶対これだと思ったから。まあまあ、知ってるよ。まずこれ数字取れるかも。竹原さんのね1ヶ月の明細を、うん、もう全部公開したいと思います、うん。いやメロン食ってんじゃねえよ。メロン食うなよお前。集中しろ。俺だけやん。俺では食っていいけどあんたはダメだからな。はいよいしょって言いながら拍手もしないで、はいということでね、場を盛り上げないと。 YouTube のノリが8割なんだからね。そうだね。ここのパソコンに、はい、こう今この明細、うん、あの僕ゲットしたので俺降りてくるときチラッて見えたね画面。もう今日少ないからメンバーが。ちゃんとしてくれよ。はい、まあいやこれ一個一個全部やっていくので、はい、これ結構時間かかるかな。まあまあ、 あのゆっくりやっていきますんで。全部言ってくの。そうそうだ当たり前。なんかこの、まあ、ちょっと見てるけどこの小物の3000、4000はもう無視するけど。なるほど。高額の方は何ですかというのをちょっと聞いていきます。こんな使ってんだ俺。そうですね。じゃあこれじゃあカズくんちょっとやばい後ろから撮れるかな、はい、この見てる方にも見せたいので。いいかい。マジか。いいかいいかい。いいよ。いや、いいね、こんな かっこよく回ってこなくても。そんなんいらんわ。数字だけ見せたらいいんだよ。はい、ということで皆さん、お待ちかねのこちら、竹原さん、高木氏の、フルネームで言わなくていいな。なんやね。1ヶ月のカード明細となっております、うん、皆さん。じゃあいきますよ。こっから、まずじゃあ1ヶ月の金額、合計金額見せたいと思います。いきます。せーの、ドン。こちらです、カメラさん。はい、うん、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1109万、7929円。まあ、そんぐらいですが、俺だって家族いるから。ちょっと待って、まあってよく言えんな。家族いるから、5人家族だから。スーッとまあって。それはだって、1000万。でも、経費と個人分けてるけど、ほとんど経費だと思うよ。いや、ほんとほんとほんと。だって年収でも高いよ、1000万ってね。このあまりの 9万7000ぐらいもちょうだいって。もういいでしょ、ここいらないでしょ。アメックスさん、端数切りつつでほしい。いや、こんな使ってんだすね。でも俺も気になるわ。なるほど。あ、どれが正直見ないから。じゃあちょっと気になったところだけピックアップしていきましょう。まずはじゃあ1個目からここら辺、うん、1個ずつやん。あ、まあ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 でも軽くね、いいけど。これは何ですか。シンガポールだよね、ドラ。本当だ、うん、SG 計算されてるから。あ、ここら辺はいたのか、そういえば。そう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 、まあまあ、そうそうそう。まあここら辺もそうで、これまずここよ、ハマチ11万円クリニック。これはシンガポールに行くのになんか検査を受けないといけない。はい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 。 PCR、 PCR それを受けた。なるほど。だけ でも11万もすんだ。11万ぐらいしたね。きれいな。これも経費だから結局は。まあまあそうか、うん、まあ、これもあれか、うん、もう4000で、あれ待って、で麻布十番栄えるし。これ名前ダメだよ絶対。15万5300円。名前ダメだよ。何ですかこれ。一匹いったの。マグロとか、マグロ大間の。いや15万いく。これはまあいろんな人たちと飯食って、多分15万あそこの単価だと3、4人で飯食ってたね。これかこれか、これじゃない、これかこれじゃない、これ何、政治家。こうやって病気不要の。違う指で全部いけちゃうから。まあまあなんかそういう行かないといけないんだよ。なるほどね。そうそうそう。いや一晩で、そうなんかあのお前らはドブになんだっけ、トイレになんか飲みだけなんかお金払ってみたいな言ってるけど、これ必要経費ですか。いやいやいや、松戸さんじゃないけど。松戸さんじゃないよ。懐かしいな。経費ですから。行ってますで、1日で。ここら辺もあで次高額したら、あ焼肉。あこれはあれだね、ブロックで買うからね。はいはいはい、あの牛を。なるほど。でみんなで食べれるっていうシステムがあるから食べる。まあたまたまその日、たまたまその日ね、たまたま高かったと思う。ちょっと待って、もう1ページで何ページある。19ページ。そう、まだこれ1ページ目ですから。まあまあまあ、いやじゃあ続いていきましょう。いやこれやだな。マジで。皆さん続いていきますからね。はい、じゃあ2ページ目、はい、来ました。はいはい、ここら辺もまあ焼肉、また焼肉ですよ。あ焼肉、ね、まあ、また10万近くで、まあまあ、そうね。この日って待って、25日ってあれですよ、うん、あの日が25日の日です。あ
24日？いや、そうだそうだ、10月24日焼肉食ってますよ、この人自分が燃えてるのに肉焼いちゃってるこの顔なんやな、ほんとに自分が燃えたのに肉焼いちゃってますよ、焼かれる側なのに。どういうこと？いや、だから24日になんか燃えてたじゃん、はいはい、なんかくだんねえこと言ってんなみたいな感じで。あ、その時はまだね。そうそうそう、で、25日めっちゃゆったりして。で、待て、わかる、24日に燃えたのよ、うん、で、まあここはだからそのなんだ、うん、これも何、もうこれもね、食べてますよ、ネイチャース。あ、これだからエステエステエステで、こう京都もなんか、うん、会食かなんか。いや、そう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 、いやいや、ここら辺だったらまだわかんないよ、うん、あのエンジョイ直後だから。まあまあってね、次の日一回寝てんのに寝て起きて食べてんだもんオッケー、わかんない、これは24日はしょうがないよこうやって行動を推理していくのね、これが名探偵だからおかしいもん。確かに確かに、まあまあ、ごめんね、ありましたけどね。まあ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 、言いたいこと言ってみな。やっぱだから食事結構かかってるね。食事はあるね、うん、やっぱなんかいいところに行ってなんかこう学ぶみたいな。あ、そうそうそう、学び学び、はい、学びや、なんか俺今助けた助けちゃった、ごめんなさいで、続いて、え、待って待って、ここよ、45万とハーブ、ここなんかおかしい。これはね、言ったね、ハーブさん高かったね。でも整形、整形や、ちげえよ目細いやろ、もっと細くしよう違うわ。いや、ハーブさんは2人で行って、うん、で、なんか俺は脱毛とか、はいはい、なんかいろいろオプション入られて、うん、はいはい、なんか気づいたら150万切られる。気づくやろ、気づかないことある。まあでも実際にめっちゃ効果あるよ。名探偵詐欺、今見逃しませんでした。一人じゃなくて二人でと。二人ですね。奥さんと行ったら多分竹になったら、奥さんと二人で行ってって言うはずのに、言わずに二人で行ったということは、何らかのデルモかなんかの感じの。だからね、脱毛今流行ってますから、綺麗。いやべえ、めっちゃ怖い。どんなデートやねん、これ行くとしても。いや、なんか違う違う。美容で作ろうねみたいな感じになってた。その子にね、一緒に美容で作ろうねって金額よりなんか変なの出てきた、いろいろ。美容で作ろうねそう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 、なるほど。いやでもここら辺もあ、シャブゼン、ここはよく行ってましたね、僕ら。これはもうみんなだよ、高い。まあ、ここら辺これあんたらだよ。まあまあ食事ですね。そうそう、うん、まあまあここら辺、まあまあこんなもんか。あるほど、まあ、じゃあ続いていきます。もう2万とかお前ちょっと金がおかしくなっちゃう。結構高い高い高い、確かに2万とかも感覚、普通の人だったら2万使っちゃったってなるけど。じゃあ次3ページ目いきますかはい、3ページ目、まあここら辺はまあ、ソフトあれ、ネットフリックスあるね。あれネットフリックス見るなこれしかも結構ちゃんとやってるってこと、ネットフリックス。でもね、あれタイになってるでしょ、うん、タイなんで、だからタイに住んでるから、うん、タイのネットフリックス。いやいやいや、日本のも見れるでしょ。いや、ね、タイのネットフリックスの方が、で、しかもタイの回線をまあ使えるあれがあるんだけども、うん、そうする方が全然映画が多い。でも見れる映画また違う。いや、なんならもみんなより見てるよ、そしたら。俺じゃない、コンテンツが多いってこと。うちの奥さん。あ、奥さんね。奥さん、奥さん。そりゃそうでしょ、だってみんなってあんだけ言って自分が見たらね、大変だよ。ううね、また燃えちゃうよ、あんなね。これでもし次また日本のネットフリックスだったら、これはダメだ。それはダメだね。それはダメ。それはない。さすがにないですから。ここら辺もまあ。ちょっと この日はまだあれかな、こんなにかな、ないね、まあ、まあ、ウォーターサーバーだから多いんだよ、はい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 、あのうち家が、はい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 、家ごとにあるから。そう、 OK です。じゃあ続いていきましょう。そう、はい、じゃあこちらになります。続いて3ページ目か。つまんないね、これは。ここら辺、これなんだ、伊豆高原、伊豆なんだこれ。伊豆宿泊、12万3200円です。伊豆だっていいとこでしょ、これだって12万だって一泊ね、普通だったら2万3万で行けますから。あー、思い出したはい、名前を言ってくださいこれはめっちゃ喧嘩になった。何、奥さんと。あ、奥さん、これ。いや、奥さんじゃなく喧嘩になったあの、小田原のヒルトンだったと思う。はい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 、だって、伊豆高原ですよ。小田原って書いてあるよ、これ。本当だ、小田原一回行って伊豆で、次伊豆です。11月7日え、だいぶ充実してますね。分からん、ちょっと分からんでもウーバーイーツは多いよな。あ、本当だ、確かにウーバーとか、まあ、あと TY ハーバー、うちの近くで、これはめっちゃ多いよ。確かに、まあ、ここら辺も、まあ、TY ハーバーで何、2万2000円って。あ、名月ん、 TY ハーバーだよね。あ、名月か、これ地元、これあの地元の、ね、うちの地元の駅前にあるんですよ。めっちゃうまいよな、ぜひ行ってください。そう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 、まあじゃあここの次は、じゃあこれあんまり俺面白くないな。はいはいはい、このページは。これでもいいわ、こういうものに使ってんだと分かる。ちゃんと分かりますよね、分かる。竹谷さんもこう振り返って。そう、でもここら辺はさ、
はいはいはい、ソフトバンク、ソフトバンク、ソフトバンクしかない。まあ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 、そうですね。まあでもアマゾンとかゴルフ行ってんの37,000円。まあ、あの地元の貢献や。なるほどな。はいはいはい、これはまあ伊勢丹とかね。あ、ちょっとあの10万円台ないで刺さっておきます。はい、はい、ここですけども、ごめんなさい、ちょっともう俺感覚バグってきちゃって、高いんだよ、高いんだけど、次行っちゃう。いや、26,000台がめっちゃあったから、普通はね、高いですよ。普通は。はい、次のこの辺ですか、じゃあ。あれ丸越、こういうのは自炊してるね。そっかそっか。うちの。あとここは。エアビーは10月28日。ってことは炎上すぐぐらいか。あ、これは社員旅行や。ああ、そう、炎上の。どこだっけ、葉山。葉山の。なるほど。葉山の。あれ、こんなするんだ。するよお前ら、一発で。めちゃくちゃ高かった。そうだよ、近いよ確かにここら辺は高いね。これも必要経費です。はいはい、なるほど。そうそうそう、ああ、なるほどね、ここら辺も、はいはい、これもあとソフトバンクとかね。はいはい、ここもエアビか。これ27も27、20、2日行ったっけ、行ってるからか。2日泊まったっけ、分かんない。1日だよな。やばい、これまだ電話かんない。やばい、おい、あ、こういうダメだねこれはね、はい、じゃあ続いて、はい、ああ、あるある、来ました、はい、安心生命。これはね、俺サラリーマン時代入ってる生命保険、うん、はいはいはい、生命保険なんていらないぞみんな、うん、入らなくて。え、でもまだ入ってるじゃないですか。なんか分かんない、ずーっと引き落とされてるだけ。え、高ないこれね。解約忘れるよ。どこがやねん。いや、これ年払いだと思うよ。月に5,000円ぐらいのが、はい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 、サラリーマン時代に入ってずーっと払い続けてて、これ解約するべきだな。 しないの。いや、したい。これで気づいた。今すぐにでもしたい。ごめんなさい、安心生命した。申し訳ない。するわするわ。え、ここは1,10,100,1,000,万,10万。え、いや、これはワインとか119万。ああ、飲まないやん。ああ、これ何。いや、そういうのもある。そうそうそう。高すぎない。お前なんだ、お前のさ、お前と吉松さんと俺とあともう一人の、はいはい、あのゼリスさん4人で行って40万だからね。いや、普通だよ。高すぎないって言ってる。高いよ。欲しいよ。まあ、なるほどね、はい。それぐらいちゃんとしたところだから。はいはいはい。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、続いて。お、なんかすまんないの多い。いやいや、あの、すげえ細かい。あ、そうだ。やっぱそれぐらい積み重なって1000万とか言ってるな。現金一切使わないの。はいはいはい。カードで全部カード。だからこれぐらい出てんだ。そう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 。なるほど。で、続いて、あ、久々大物来ましたよ。大物来た。はい、17万1,640円。こちらは、国際航空券。あ、これだからさっきの、うん、あれ、シンガポール。シンガポールの機長の名前載ってるじゃん、ほら。あ、本当だ。そうそうそう。なるほどね。そう、これか。うん。なるほど、高いな、これも、ね。高いな。これは。だからこれは295,530円。これは、あ、2週間隔離されないといけなかったの。うん、これはいはいはい。あの、隔離が。ホテルかなんかに。そう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 。うん、で、払わされたやつ。じゃあこんだけかかるってことで今。そう。行くってなると。そう。いや、きつ。そうよ。あれ、厳しいね。あとは、まあまあ、アマゾン多いな。うん、これ、なんだ？これは、あ、うちのサーバー代金だね。96,507円。これも、サーバーなんか、海外。今、あの、アメリカのサーバー。はいはいはい、はい、あ、はい。日本ではないです。アマゾン、これ何？ COJB。いや、それはアマゾンに聞いてくださいよ。59,000円って高すぎない？だから俺、ほとんどもう、アマゾンしか。買い物しないから。あ、そっか、それの中の1個ってことね。そうそうそう。多分 T シャツを丸々、はいはいはい、今年分買うとか。ずっと同じやつをね。そうそうそう。わかりました。じゃあ続いて。はい、いきます。これもアマゾン。多いね、うん、また15万。これは、あ、これは、アップル。あの、新人のためにパソコン買ってきてあげたやつやから。はいはいはい。もうだ、経費がやっぱ多いな。経費だよ、ほとんど。アップル、うん、経費、経費。ね、経費の方が1000万って言ったら全然な。いやいやいや、すごい。ここはなんだ、高料金。ないですけど。16,457円。また海外のかな。あ、これはそう、ハーバードビジネスオンラインスクールって受けてるでしょ。はいはい。それじゃなくてヨーロッパにそういうのがあるのよ。あ、そこの講義も受けて。なるほどね。だから、そう、そこの。それも結構するね。ヨーロッパだけど、まあ、はいはいはい、とにかくそんな感じ。はい、来ました。はい。はい、ごめんなさい、すぐ来ましょう。うん、これ何ですか。エクスペリアだね。うん、59,000。あ、59万。びっくりした、59万や。10月でしょ。でも行くって言ったら、うん、この下もだってほら26万ありますからね。またそうだね、うん、沖縄か。沖縄か。沖縄だね。誰と。これは家族。震えてたよ。蚊がブーって。本当には
沖縄炎上後だよね。そうだよ、結構すぐよ。よく行けるよな、でもな。びっくりするわ、こっちね、なんか震えてたのね。嘘つくな、お前ら。笑いに変えてたの。まあまあ、なるほど、沖縄だと思うな。はい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 、うん、いや、ここら辺も、うわ、ここら辺も39万。わかんない。あ、これは京都、京都。ほやほややん。え、だから京都。あ、その日か。そう、京都。なるほどね。はいはい、これ明細がその経費とプライベートで分かれるんだ。分かれてんだ。で、交通費と何で分かれる、はい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 、カードを使い分けてんじゃん。はいはい、だからさっきのはなんか何旅費とか、うんうんうん、でこっちはまた経費みたいなので、はいはい、多分違ってんだと思う。なるほどね。そう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 。だから戻ってんね。これ高いね、でもね。まあ、またアマゾン系ですよ。はいはいはい、はい。はい、続いて。はい。はい、え、待ってください。ここら辺なんか。かなり高額なプライムリカーズ何ですか、ここら。まあ、いやいや、まあ、待って待って、ここだ。プライムリカーズまずここだ。あ、これは92万円です。これ何ですか。お酒だよ。お酒って書いてある。あの、ウイスキー。あれか。そう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 。それを買った時の。そう。めちゃくちゃ高いで、これは。仕入れ、仕入れ。これはプライムリカーズ。リカーズってあの、リカーってお酒で。はい、あ、これもお酒。だからもう。本当にお酒だ。買いまくってる。これはこれもお酒や。テラコお酒の専門店ファースト、はいはい、この86万88万7000、これもお酒。いやー、だ毎月 2,3 本買ってんの。はいはいはい、はい、で 2,3 年前からね、うん、植木屋とテロコッタ、これは多分エステのやつがまだクレジット変えてないんだと思う、うん、はいはいはい、あの植木をさ、うん、レンタルできるじゃん。ああ、はいはい、枯れちゃう。なるほどね。そう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 、それの。でも この3日ぐらいで、だってだって200万、ほらこれいい勉強やん、お酒。お酒のね、これは減らないから、資産だ。そうかそうか、そうそう、投資ですから。そうそうか、じゃあ減ってるものじゃないか。上がってますから。なるほどね。ええ、もう金額がちょっとおかしいけどね。そうです、上がってますから。はい、じゃあ続いて終わりですね。終わりです、はい、終わりですね。いやー、長かった。あー、怖い。どんだけ使ってんの、マジで。でも使い方的にはまあ普通じゃないかな、はいはい、いやいや、でもそれにしても、いや、どうでした。でもなんか別に面白いものとかあるわけじゃないし。まあまあ確かに。例えばキャバクラとか。なんかつまんなかったな。キャバクラ、うん、あと何。まあだから そういうの風俗とか。風俗とか。なんかね、ありそうだったけど、うん、そういうのは使ってないから。確かに。なんか結局なんか投資とかさ。そう、旅行とか。なんだよ。そういうの。改ざんしといてくれよ。なんだそれ。視聴者の方に盛り上がるから、そっちの方が。いやでも毎月、そうだね、そんぐらいでやってますよ、はいはい、いや1000万ぐらいだと思う。え、自分の中で分かった1000万ぐらいだなって。なんと分かんない。分かんないんだよ。分かんない。あれクレジットカードって怖いよね。そうか、もう好きなだけ切れちゃうからさ、魔法のカードって言いますよね。そう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 、あれは怖いね。いや、素晴らしい、うん、使い方皆さんどうでした、学べましたかね。まあ学べちゃうんじゃない。こういうのに使った方がいいと。あ、はい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 、稼ぐんじゃなくて使い方ですから。まあそうですね。いや、ごめんなさい、次回もうちょい多分あのゲリラでもう一回やりますんで。いや、ないわないわ。なんか面白そうなカードメッセージ。いや、怖いわ本当に。ごめんなさい皆さん、また、はい、いいと思ったらチャンネル登録、ありがとうございます。コメントいいねお願いいたします。はいはい、本当コメント頼みますわ。はい、僕も返信、一個一個返信しますんで、はい、はい、よろしくお願いします。ということで、また、何分ぐらい。あ、まあいいよいいよ、いいよ、はい、やってみます。3、2、1、さよなら。Do you find it hard to keep learning? What about if it was as easy as watching Netflix? URU is the best online business school in Japan. We employ professionals in each field of study to provide you with skills you can start using tomorrow. We look forward to meeting you all. See you in the class!